こんにちは、バンドインナボックス情報局長のスーさんです。このチャンネルはバンドインナボックスを使った音楽制作を通してシニア層にとっての生きがいや趣味の高みを目指すための情報チャンネルを目指しています。バンドインナボックスのみならず、その周辺のプラグインやDAO などの情報も含めて、私の経験上のお話を紹介していきたいと思います。そしてその先には音楽作品を商品化することにより収益化の可能性もありますので、そのお話も私の経験談を紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今回の動画は5月にトゥーントラック社の EG キーズが機体のバージョンアップするということで、楽しみにしている方が私を含めて多いと思いますが、現行バージョンでもできることを紹介したいと思います。詳しくは動画で紹介しますが、全体の流れは EG キーズで76小節のソングを作り、それをバンドインナボックスのメロディートラックにインポートし、コード解析を行い、スタイルを当てがい全体の骨格を作り、楽器の追加をしたり、得意のマルチリフ編集で各パートのアレンジをしていくという流れです。個々の操作の詳しい説明は今回省略しますが、メロディートラックのコード解析やスタイルの変更、マルチリフ編集は以前の動画で詳しく説明してありますので、そちらもぜひご覧ください。EG キーズがバージョンアップしたら、またいろんな活用方法を紹介していけると思いますが、今回の動画は一番の基本になると思いますので、ぜひ覚えておくといいと思います。それではやってみましょう。
今回の動画はいかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。今後もバンドインナボックスで音楽作品を制作し、収益化に至ったノウハウとハウツーを紹介していきたいと思います。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またバンドインナボックス情報局長のスーさんでした。